ザプレデターはアメリカ合衆国の男性プロレスラー、総合格闘家、ペンシルベニア州ワシントン出身、アップは所属。ノースカロライナ州立大学時代にはレスリングの NCWA ディビジョン1で、1992年は決勝でカートアングルに1から2のポイントで敗れ2位で終わるが、翌年1993年に優勝を果たす。2001年に 日本のプロレス団体ゼロワンに、往年の名レスラー、ブルーザー・ブロディをモチーフにしたキャラクターで登場。長髪姿でチェーンを振り回す野獣キャラクターで人気を得る。2006年6月からは、アメリカのプロレス団体 WWE に、本名で参戦。大学時代の戦績は、カートアングルに許した一杯のみというレスリングの、キャリアをギミックとし、デビュー戦では、マット・ハーディを、 アームバーで沈める強烈なデビューを飾る。その後、実力者でありながらも全く活躍せず、解雇直前には、ジョバーの立ち回りになる寸前だった。2007年1月、WWE を解雇される。ターガイのマネージャーを務めたイライジャ・バークは、イカップリング・ウィズに移籍し、プッシュを受ける。2007年9月8日、イグフ、ゲノムに参戦し、小川直也と対戦。 スリーパーホールドで一本負け。2003年12月31日、プロレスのキャラクターのまま、K1 プレミアム2003ダイナマイトに参戦。マウリシオダシルバに、右カウンターパンチを当て、1R13 秒で、t k を勝利。試合後は、いつものようにチェーンを片手に観客を蹴散らしながら、退場した。2004年5月22日、K1 ロマネックスにて、 ゲイリー・グッドリッチと対戦、パウンドで小負けを喫した。2004年12月31日、K1 プレミアム2004ダイナマイト、デクリストフミル・ザ・フェニックスと対戦、1R1 分11秒、ネックロックで一本勝ちを収めた。2005年11月5日、ヒーローズ2005インソールにて、チェムベと対戦、フロントチョークやタックルで、テイクダウンしての攻撃で相手を追い込み、 にある判定3から0で勝利。2005年12月31日、K1 プレミアム2005ダイナマイトにて、レミー・ボンヤスキーと、K1 ルールで対戦、相手の土俵である、K1 ルールであるにもかかわらず、互角以上に戦うも判定1から2で負け。しかし、この試合はプレデターが勝っていたとの意見が多く、大会直後の記者会見にて、 K-1 プロデューサーの谷川貞治も、プレデターの勝ちでも良かったと思いますとコメントしている。2006年4月29日、K-1 ワールド GP2006 イン LAS ベガスにて、チェホンマンと対戦、ダウンを奪われ判定負け。ありがとうございます。